夢ラジオ第191回、今日は平成29年2月6日月曜日、時刻は午後11時回ったところ。もう夜ですね。横浜港北、街は眠りにつきました。センター北の観覧車も明かりは消えています。今日は月明かりが明るいですね。西に面した窓で放送していますが、明るい月明かり入ってきますね。今日は191回目の夢ラジオ。今回は広田光輝という人を取り上げます。広田光輝さん、高校の日本史でも出てくるでしょう。戦前首相を務めましたね。福岡の人です。地元の人に援助してもらって、旧制の一高とか東京帝国大学学んだようですね。ですから、この地元の人たちの援助もあって、広田は終生福岡のことを大事にし続けたようです。妻も、彼の妻も福岡の人を選びましたね。ちょうど帝大に在学中、福岡出身者たちと寮に住んでいて、でその寮が同じく福岡出身の人によって運営されていた寮、そこの娘さんと結婚したようですね、広田は。帝国大学を出た後、外務省に入りますから、当時のエリートコースで、まあ広田にもその外務省に入った頃からわんさか縁談の話が来たようで、ものすごくいいというか、良いおうちの縁談もあったらしいんですが、断って、その寮の娘さんと結婚しましたね。地元同士で福岡が一緒だということで。まあ広田にはこういう目先の利益考えない、そして世話になったんならちゃんとお返しもする、地元は大事にする、こんな男気があったようです。外務省でも情報の収集とか分析がやっぱ抜きんでてましたね。同期には吉田茂とかいたんですが、まあその吉田とこの広田が、まあ外務省の出世コース争いました。そしてオランダ大使とかソ連大使とかも広田は務めます。やがて昭和になり、大正から昭和になる頃、まあ加藤高明内閣から第一次若槻内閣、そういう時代、伏原外交がなされましたね。一旦田中内閣で政友会に政権が移りますが、再び民政党ですね。加藤高明の頃は県政会でしたが、民政党、浜口内閣とか第二次若槻内閣とか、この頃協調外交と日本史では習うことでしょう。伏原が外務大臣を務めていた時、その
部下として働いたのが今日の主人公、広田幸喜です。ただし、秀原とはあんまり反りが合わなかったとも伝えられますね。とはいえ、協調外交のラインで広田が働いたことは間違いなく、しかも外務省というのはどこの国もそうですが、平和を主張する、まあ機関なんですね。外務省が率先して戦争をやろうという国はないし、そういう時代もありません。そんな外務省出身の広田がね、外務大臣にもなって首相にもなって、けれどその後、極東裁判で戦争犯罪者として裁かれるという、まあ、結末のことを言ってしまいますが、考えればやっぱり奇妙な一生だったなって思わずにいられません。外務省の頃にことについて戻りますと、それに対しを歴任した後、外務大臣に広田は抜擢されますね。ちょうどさっき言った秀原外交が終わって、犬飼内閣の政友会の後、政友会の犬飼内閣の後、斎藤内閣、岡田内閣と軍人出身の内閣ができますね。この辺わかりますか？もう1930年代ですよ。その斎藤内閣で広田は外相になります。で、その外相としての経験を積んで、広田内閣、あ、失礼しました。斎藤内閣、岡田内閣、226事件が起きますね。この後で、226事件の後で、まあ、軍部の暴走を抑えられるのは、やっぱり文民しかないだろう。ということで、広田幸喜選ばれたわけですね。ですから、226事件がなければ、広田は首相になれたかどうかわからない、そんな地位に、そんな立場にもいたし、しかも、冒頭で申し上げたように、男気ある人でしたので、何も出世は、もう外務大臣あたり、あるいはもっと言えば、どこかの大使になったあたりで十分だと考えていた節があります。けれど広田、そんな自分の気持ちに関係なく、その226事件というクーデターを起き、その後は文民じゃなきゃダメだろうということで、まあ外相をやってた手腕を買われて、首相を引き受けますね。けれどこの時、つまり昭和11年、1936年の226事件の後以降なんですけど、やはり軍の力がもうどうしようもなく強まってはいましたね。226事件で一旦皇道派は一掃されましたが、結局後を統制派が引き継いだだけで、ちょうどこの広田内閣の時に現役武官制が復活します。これが大きかったでしょうね。現役武官制、つまり陸軍大臣、海軍大臣は現役の人から選ばなきゃいけないという、そういう制度、ここで復活します。もちろんこの現役武官制の復活はね、その直前の226事件、この時に予備役になってた大将たちですね。荒木とか、正木とか、そういう予備役になってた大将を、現役のね、左官たちが担ぎ出して、そしてクーデターやろうとした、そういう動きでしたから、やっぱり
現役武官でなきゃいけないだろうという、そういう、まあ、反省もあったはあったんですが、この現役武官制が広田内閣で復活したことにより、まあ、陸軍か海軍、主に陸軍ですね、うちは陸将を出しませんというふうに言っただけで、その内閣が崩壊するという、その、まあ、慣例ができてしまいました。現役武官なわけですから、現在の陸軍がうんと言わなければ、その内閣は陸軍大臣が不在となり崩壊するという、そういうこと。後に、まあ、極東裁判で広田が、まあ、トンチンカンな形でというべきでしょうか、死刑の判決を受けることになったのも、まあ、その理由の一つはここ、つまり広田内閣で現役武官制が復活してしまったという、こういうことですね。結局広田内閣は1年ほどしか続かずに、後に林内閣とか、あと近衛内閣という形で支那事変拡大していきます。広田のむしろ政治的な手腕は、首相を辞めた後のこの支那事変あたりでしょうね。日本政府は支那事変の時、最初から不拡大を宣言していました。ところが、ちょうど満州事変の時と同じように、現地の関東軍はもうやる気満々なわけですね。どんどん拡大していくんです。で、その支那事変の拡大を抑えるために、トラウトマン工作というのがなされました。広田は頑張りましたね、この時。トラウトマンというドイツ人を仲介として、広田が蒋介石と事変の収拾を図った。うまくいきかけたんですが、最後の最後で日本政府の側からこれが潰されてしまいました。広田は元首相として頑張りましたが、まあ、当時の近衛内閣ですね、この近衛内閣が戦争というか事変を終わらせることに消極的だった、こう言わざるを得ません。その後、ずる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 支那事変が拡大し、そして対米関係も悪くなっていき、そして大東亜戦争です。大東亜戦争の終わり頃、昭和20年にもうなっていますが、この時にも広田は出てきますね、歴史に。今では信じられない話ですが、ソ連を仲介として戦争を終結させようという機運がやっぱり外務省から出てきて、それをやってくれるのはソ連大使の経験もある広田さんしかいないと。というわけで、広田マリック会談というのが箱根で行われましたね。マリックっていう人がソ連からの日本に来ている大使で、このソ連から日本に派遣されたマリック大使と広田が箱根で、まあ、強羅温泉ですね、会談して、そしてソ連を仲介としてこのアメリカとの戦争というか、アメリカやイギリスですよね、そういういろんな国との戦争を講和の仲介をしてほしいと。後にソ連は日ソ中立条約を破って満州に攻め込んでくるわけですから、まあ、バカな会談だったんだとなりますが、まあ、当時外務省は本気でソ連を頼みにしていたんですね。この辺はもう外務省もそう、あるいは元首相の広田もそう、目が曇っていたと言わざるを得ません。マリクは当然会談の内容をモスクワに伝えましたが、スターリンはせせら笑ったことでしょうね。もう数ヶ月したら自分とこは満州に攻めていこう、あわよくば日本の領土も占領したいと思ってる時に、その自分たちに対してアメリカとの戦争を終わらせる仲介役をやってくれという、そのどこを見てんだ国際情勢の、という、そういう
笑ったでしょうね、スターリンもモロトフも。まあ当然この広田マリク会談は失敗に終わり、そして大東亜戦争の終結、その後極東裁判で広田が呼ばれますね。広田はこの極東裁判で全く発言しませんでした。自分の発言によって昭和天皇に何かの害が及ぶってことを恐れていたからです。何か言えばそれが昭和天皇の戦争責任につながる恐れがあったんですね。広田はそれを分かっていましたから、全部沈黙しました。黙秘したわけですよ。あとその極東裁判の前ですね、直前ですが、広田が巣鴨に引っ張っていかれる直前でしたか、妻の福岡出身のね、広田が終生愛した妻の静子さん自殺しましたね、服毒自殺で。手短に言うと、その静子さんの父親は幻陽舎、幻陽舎、幻海灘の幻、海の陽、舎、幻陽舎の関係者だったんですが、この幻陽舎っていうのが国粋団体としてね、GHQ というかそのアメリカから睨まれている、これははっきりしていたんですよ。そしてその静子さん、妻ですね、としては自分の父親が幻陽舎の関係者であると。で、その幻陽舎はアメリカから睨まれてもいると、国粋団体だと。するとそんな自分がいると夫の裁判の行方に悪い影響が出るんじゃないか、そういう自殺だったんですね。迷惑がかからないようにってこと。広田もうすうすは覚悟していたようで、その妻の死を聞いても、そうかって言っただけだったそうです。ここまでざーっと広田のまあ人生見てれば、平和のために頑張った人という感じがしないでしょうか。例えばトラウトマン工作、あるいは終戦時の広田マリク会談。まあ広田マリク会談はまあトンチンカンな会談だったにせよ、平和を目指したものだったことは間違いないでしょう。だけどそんな広田がね、さっき言った自分の首相の時に現役武官制を復活して軍部の台頭を許したとか、あるいはそもそも広田が外務大臣をやってた時、その時斉藤内閣にせよ岡田内閣にせよ軍人出身の内閣だったとか、とかなんとかいろいろて、結局文民からはただ一人死刑の判決言い渡されましたね。これも広田は覚悟していたようで、映像が残っていますけれどね、その「デス・バイ・ハンギング」ってこう言われて、絞首刑が宣告されるんですね。で、広田も含めて被告人たちはイヤホン、ヘッドホンでそれを聞いているんですが、聞き終わった後ヘッドホンを外して傍聴席の方に向かって晴れやかな顔で一礼しましたね、広田は。残っていますよ、映像が。その傍聴席の先には娘さん、2人娘さんがいつも裁判傍聴に来てましたから、父親のね。まあありがとうというか、まあこれでよかったんだっていうか、そういうもう万感の思いのお辞儀ですね。軽い会釈です。軽いお辞儀といっても軽い感じのものですが。で、
暇なもんですからね、その極東裁判の間、自分は否認するし、他の被告のことについても興味がないし、もともと広田は外交官ですから、あたり軍人だらけでね、被告人は話が合うわけもありませんし、トランプばっかりやってたようですね、一人でできるトランプを。そして、まあ、自制の句を述べ、こう、言われた時にも、何にもありませんみたいな。そして、除名運動なんかやめろって言いましたね。起きそうだったんですよ。除名運動、広田君、除名運動みたいな。いや、実際起きたんですが、署名も集まったんですけどね、そういうのはやめろと。やっぱり、平和のために動いた人みたいな言い方は私はさっきからしていますが、まあ、ただし、その昭和11年ですね、広田内閣のあの辺りに226事件があったとはいえ、まあ軍の力がぐんと強まったことも確かに間違いなくて、その時に自分が首相を務めてたんだったら、その責任は自分がどうしてようともう関係なく被らなきゃいけない、そんなことを思っていたようです、広田は。これは一つのリーダーとしての責任の取り方でしょうね。ですから、自分は、まあ、死刑に値すると思っていただろうし、で、被告人としてその判決を聞いても、さっき言ったようなさっぱりした顔を見せたんですね。外交官という立場で、まあ、国際舞台に身を置き、華やかな場面も経験した広田。同郷の妻をずっと愛した広田。ずっと妻のことは静子さんって言っていたようですね。なのに、なんか他の軍人たちと一緒くたにされて、極東裁判で処刑された広田。なんか奇妙な運命というか、偉くなったものにつきものの、自分の意思とは関係のない、まあ運命とでも言うんですか、そういうものを感じさせる、そんな生涯ですね。今周遊館ではこの大先輩の広田のことをどう教えてるんでしょうね、九州の。なんとなく気にはなるとこですが、周遊館は遠いし、行って聞いてみることはできません。191回目の夢ラジオ。今日は戦前首相を務め、極東裁判で処刑された非業の政治家広田弘毅を取り上げました。おやすみなさい。もうじき真夜中です。